はい、じゃあ作っていきます。今日は面白い食材組み合わせますよ。多分今までやったことない。はい、じゃあ卵、今日も目玉焼きで焼いていきます。冷飯使います。最初思ったんですけど、やっぱこの火力があって冷飯の方が意外とパラパラになるんかなと。今日は最後にちょっと液体も多いものを入れるので、まあ、いつもそうですけど、しっかりとほぐしてご飯の水分をできるだけ抜いてあげます。サッと仕上げるときはもうこれぐらいの炒めでもうサッと仕上げるんですけど、いつもあの醤油とお酒とか液体が多いものを入れるときはちょっと長めに炒めてあげます。はい、じゃあ今日入れるものって、これ麻婆ナス、多分若干薄いので少し醤油、ナスがお皿に盛った時に綺麗に見えるようにまず下にナスを置いてあげます。皮面がお皿に見えるといいんで、まあ、こんな感じですかね。